どうも、ワッキー貝山でーす。大坂なおみ選手、おめでとうございまーす。いやー、全豪オープンでね、優勝ですから、素敵なもんですね。実はこう見えて私、中学生の時には軟式ですけど、テニス部でした。そんなわけで、大坂なおみ選手、おめでとうございますの意を込めまして、今回はテニスに関するガチャガチャを紹介します。ご覧ください。テニスグッズ、この辺からいってみましょうね。超繊細メタルテニスラケット、メタリックオレンジグリーン、ね、シャボンブルー、ね、東京国立市の株式会社リメイユという、ね、あまり聞いたことがないようなメーカーなんですけどね。今から2年ぐらい前ですかね。これは当たったのはこちら、緑色ね、この部分にこうネジでね、くる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 っとつけると立派なテニスラケットになると、ね、このグリップ部分もね、この肌感覚ちょっと似てるんですよ、本物に。まあガットの部分はちょっと柔らかいですけどね。はい、ね、この部分はメタリックなんで、まあ、結構ね頑丈なの分かりますよね。どうしましょうね。一応それなりに本物志向をゲットしたんですけども、卓上であれですかね、ピンポン玉とか打ち合うっていうのもありなんですかね。ただ一本持っててもなかなかゲームは進まないので、ね、これはもう一本やればよかったんですが、私は持ってるのはこのグリーンだけです。続いてはこちらですよ。これね、はい、知る人ぞ知る昭和レトロのガチャガチャメーカー、コスモスです。私の本昭和レトロガチャ最強コレクションの方にもこちら掲載されてますが、1979年ないし80年ぐらいの当たりですかね、ボールか紙でお店または駄菓子屋さんに持っていくとちょっと大きめのね、はい、テニスラケットが当たるという、ね、カバー付きなんですけど、中開けるとですね、単なるプラスチック、まあ、きちんとねコスモスってロゴは入ってるんですけど、これを2つある遊ぶことはまあできないんですよね。遊ぶことはできないです。まあ当時ね、結構このおしゃれアイテムとしてね、はい、ラケットを飾るっていうのもね、流行ったらしいんですよ。うん。ですから、まあ要は、女の子にモテたいとかっていうふうなね、キムチを持ってる男子かどうかわかりませんけどもね、これをこうね、はい、机の上の方に飾っておくとかね、そんな形で遊んだんではないかと。まあ遊ぶというのは鑑賞用ですね。はい。まあよくはできてますけど、全部プラスチックなんでね。うん、金魚は救いそうですね。金魚はね。変わり種スーパーボールということで、このね、テニスのボールもスーパーボールで当たりましたね。これ周りにね、テニスボールならではのふかふかっていうんですかね。こういうのこう貼ってあるんでね。まあ弾まないんですね。これで遊ぼうと思ってもなかなかね、思いっきり振った途端にここが折れるっていう状況だと、当時はね珍しかったんで、もっとね色的には綺麗だったんですけど、まあ、経年劣化でこのような色になってますけど、これめくればスーパーボールみたいにねよく弾むと思うんですけど、はい、テニスボールのスーパーボールをご紹介しました。最後にご紹介するのはこちら、20円のガチャガチャですね。はい、合金のテニスラケットが当たるという、まあ、この穴の部分は紐を通してねキーホルダーとかチャームにするっていうね、はい、これがね何の予期もせずに出てくるんですね、テニスラケットが。はい、まあ集めましたよ、ほらね、たくさんのテニスラケット、ね、ね、銀と金がありますけど、これ若干大きいテニスラケットね、はい、後ろまでちゃんとやってないっていうあたりが爪の甘さが昭和レトロのガチャっぽいですけど、ね、グリップのところにこういう丸い紐を通す穴があるんでね、持ちにくいっちゃ持ちにくいそんなガチャガチャで、ね、まあでも味がありますよ ね、ちょっとね、ちょっとこう重さがあるんでね、当時としてはちょっとこうたくさんゲットしたいなっていう風な衝動に駆られましたけど、今となっては、ね、不思議なアイテムになってますけどね。まあ、当時、
20円のガチャガチャですかね。はい、この他にもね、ゴルフパッドとかバットとかね、卓球のラケットとかね、スポーツシリーズでいろいろと、はい、道具がありましたね。野球のシューズなんかもありましたけども、またその辺はおいおいということですね。はい、合金できたテニスラケットでした。当時ね、70年代80年代はね、まだまだ若干サッカーとか野球から比べるとまあマイナーな感じのスポーツだったんでね、グッズ的にもこのぐらいしかないんですけどもね、まあ今後ともですね、ガチャガチャでテニス関連は出てくると思いますので、チェックしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。さて、明日はまたまたやっちゃいます。何をやっちゃうかは明日楽しみにしておいてくださいね。それではまたねー。 Yeah.